はい、明日、2月の14日の、天気です。でこちら今日ですね、今日は、冬型が非常に強いんで風が、北北西10メーターから、9メーターという方で、夜まで吹きます。で、これで明日の朝、明日の朝の、6時ぐらいまでちょっと風が強いのが、残ります。北北西9メーターから、8メーターの風になっています。その後は風はだんだん緩んできますので7メーター、6メーターという風に、ちょっと、風は弱くなっていきます。天気は、晴れで天気は問題、ありません。で、気圧配置です。こちらが今日金曜日の、夜9時、等圧線がこれ 1,2,3,4、房総半島から九州まで4本あるんで、4本あるときは10メーター以上の、風が吹いています。この高気圧が今度こっちに、移動してきますんで、徐々に風は緩んできます。でこちらが、土曜日の朝9時、それでもまあ等圧線が 1,2,3 と3本ぐらいありますんで、3本あるときはだいたい8メーターぐらいの風になります。で、この風も、この高気圧がこっちに、移動してきますんで、今度は日曜日、15日の9時になると、もう等圧線2本ということは、ほぼ風吹きません。4メーターから、3メーターぐらいの風になります。またここに低気圧ができますんで、ここに低気圧がある場合はこの北西の風っていうのは吹かなくなります。いわゆる落ち前の天気っていう風になりますんで、日曜日はもうベタなぎで、気温も上がりますんで小春日和に、なります。そして、波の方です。こちらが明日2月14日の朝9時の、波モデルです。冬型が、強い風が残りますので、この北寄りの、こういう風が吹きますので、この沖側の方は、ちょっと北西の、風波が残ります。で、まあ、こちらもだいたい2メーター前後の、波っていうになると思います。そして、月曜日、2月15日の月曜日です。この沖合の、色の濃いところもなくなってきてますんで、ほとんど、なぎになってきます。ほぼ、串本から、みなべ、あとはこう三重県より、この紀伊半島全体、なぎになりますんで、釣り日和は、日曜日となります。